だからプロ野球選手がどうやってファールカップを装着してるかっていうと、そのファールカップを装着するようなサポーターがある。ほう、なんかこうブーメランみたいな。何が面白い。何がおもろいや普通のラジオです。全然笑わんで大丈夫です。はいみさん。はい。YouTube です。はい。お願いします。お願いします。この前あのショート動画でね。はい。あの金カップ。はいはい。ファールカップ。 はい。の動画を上げたんですよ。うん、それが結構回ってて。ほんで。これちょっともしかしたら。うん、あの、そう、ちょっとひら、ひらめいたんやけど。うん、プロ野球選手の。アンダーウェア事情。はい。アンダーウェアどうなんやろうと思って。めちゃめちゃニッチやろ。ニッチや、ね。<laughs> 誰もそんな。 テーマでトークしてへんやろじゃあしゃべろうと思わへんよね <laughs>、うん、そのテーマはプロ野球選手のアンダーウェア事情ってどうなんと思ってはいはいあのちょっとそれ聞いてみようかなと思ったんですよ <laughs> はいで、まあ、その僕らが <laughs>、うん、あの今ナミさん38歳でしょ、うん歳うん、僕らがそのアマチュア時代、うん、高校生大学生の時ってさ <laughs>、はいその スラパパパンンンラララスススいわゆるイディングパンツっていうやつねお尻のとこにさあの綿というかパッドが入っててさっていうのをさ履くのが当たり前やったやん当たり前やったねだから今はちょっとまあ進化してるのかなと思ってどうなってんのかなと思ってさちょっとプロ野球選手のアンダーウェア事情アンダーウェアっていってパンツぐらいよな はいについて聞きたいなと思うんですけど何かありますか。わかりました。はい。 そうさっきね僕38歳で、はい、僕らがまあ学生とかアマチュア野球をやってた頃ってさ、うん、あのほんまにあのスライディングパンツスラーパンやね、うん、あの綿が入ってこうスライディングした時に、うん、痛くないような当て布、うん、なんかスポンジみたいなさ、うん、入ったやつ履いてたやん。うん、で僕がねプロ入りした時だから2007年とかの時は僕それ履いててん。 スラパンまだてててたたたそうプロ野球選手も履いてたし僕も入団した時にスラパンいわゆるスライディングパンツってやつやねをいっぱいもらって久保田スラッカーさんと用具提携していただいたからだからもらってそれを履いてたんやけど確かにねある時からスライディングパンツ俗に僕らが履いてたアマチュア時代に履いてたものって 見なくなったね。だよね、うん。見なくなった。うんうん、で、そこからね、僕、何年目ぐらいやったかな。二年目とか三年目とか。とかになって、うん、そのスライディングパンツを履くのをやめて。おお、うん。そう、やめた。で、ノーパンになったんですか。ノーパンにもならない <laughs> <laughs> やばいやつ。<laughs> <laughs> 僕がそこから吐き出したのが CWX っていうワコールさんが出してるやつイチローさんが CWX のイメージキャラクターっていうからやられててめちゃくちゃやっぱかっこよくてで僕もちょっと履いてみたいなと思ってそのワコールの CWX を買ってみて履いたらなんかすごい良かった。 フィット感とかんかはいた感じがすごい良くてそれを使い出したそこからもう CWX を長いことずっと使ってたんやけどやっぱ周りの選手もね見ると CWX がスパッツ系っていうのスパッツみたいなやつをはいてる選手がめちゃくちゃ増えた多くなった僕は今ね CWX スパッツをはいてたって言ったんやけどあのねパンツ普通の何て言うかな した下着みたいなものを履いてる選手もいたうん、うん、えっだからスポーツ用じゃないってことえっとね正確に言うとスポーツ用みたいな感じやけどなんか野球用じゃないというかさうボクサーパンツ、うん、ボクサーパンツみたいな感じの<う>なんていうピチッとしたやつを履いてる選手とかもいたあっそうなんや、うん、だから普通にあの<ー>なんていうかな 私服で、あの、履くような、下着を履いて、野球をプレーしてた人もいたよね。いたいたいた。さすがに白ブリーフはいない。ごめん、それは見たことない。ないない。じゃ、あれはトランクス。トランクスもね、僕は見たことないかな。まあ、ボクサーパンツはさ、まあ、し、なんていうの、スポーツ用じゃないとしても、なんか運動は。 でできそうじゃないですかまあ確かにボクサーパンツっていうぐらいからね。トランクスってちょっとさ生地、うん、も伸びひんのが多いしなんかちょっとスカスカというかさ。でこれ今トランクスって話出たやん、うんうん、でこれ僕トランクスがいなかった理由ってなんとなくわかん,ねんえない。うん これさ、その最初動画を撮り始めたきっかけ、この話題のきっかけがさ、ファールカップの話あったやん。で、これトランクスやったらファールカップつけられへんと思う。え、どういうこと？っていうのもファールカップって多分ねというか、つけたことある人の方が圧倒的に少ないやん。あの僕らが高校大学時代はスライディングパンツにあのファールカップを入れるポケットがついてたんですよ。あったあったあった。はい。 あったついてたその付け方しか知らないですはい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 ただその時つけたことあったあのキャッチャーやってたこともあるんであそうかキャッチャーはつけたことある、ね、そ,その時はその、うん、スライディングパンツのポケットに, <laughs> ットに、ね、金カップを入れてたんですよ、うん、そうですね ちゃんとした位置になくない。うん、そう、ちゃんとした位置になくて常にこういろんなところに動き続ける感覚ってあるやろ。うあんまりつけ心地がいい感じではないよね。だからプロ野球選手がどうやってファールカップを装着してるかっていうと、そのファールカップを装着するようなサポーターがあるね。ほう。うん。なんかこうブーメランみたいな。何が面白い。 おもろい。普通の全然笑わんで大丈夫ですブーメランみたいなファールカップを入れるだけのほんまにこう細い紐もみたいなファールカップ装着用バンドみたいなのがあのそう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 を履くねんえじゃあそのスパッツとかの上に上に上 上に履くスパッツの上な上に履くねじゃあファールカップは直じゃないんだ直じゃないねええー、スパッツの上からファールカップなんだ,だ順番はそう中にはね<う>中にはそのスパッツとかね<う>スライディングパンツの下にそのねサポーターというかその装着するやつを履いてつける選手もおるんやけど多いのはもう上 スパッツの上にファールカップそうそうそそのバンドそんなあるんだだからそれを考えると、うん、トランクスやったらこうブカブカやんだからあのファールカップを装着しても正しい位置からずれてしまう、うん、だからファールカップの意味がなくなるとかさうん、うん、いうのがあっていないんじゃないかなとかってトランクスを履く選手ね履いてた選手。そうかそうか 大体の人がファールカップつけてるよって言ってたもんねそうそうそう内野手なんかほとんどの人がつけてるしねピッチャーの人もつけてる人いるしねピッチャー返し当たった時に危ないからって言ってそうなんピッチャーでもいるよねえそうなんやからねあれさちょっと話変わっちゃうけどさファールカップつけててさ内野手とかやとさダイビングキャッチとかするやん飛び込んで。 痛痛くくなないいいですかや、全然あ、そうもう全然痛くないで、これなんかもうマニアックな話になっちゃうけどファールカップってあの黄色いやつが結構ねポピュラーってそうですあるよね穴が開いてるよねであの周りにゴムのなんかあるあるある縁取りをね縁があるやんあれを取んねんえ取ったら痛そうやんあの縁を取ってつけんねんんで あのね、ゴムの縁があると、うん、太くなってつけた時に存在感がすごい出んねんもっこりしてるよの自分の装着感ね <laughs> <laughs> 何の動画なんこれ <laughs> 大丈夫 <laughs> 広告つく <laughs> 自分の装着感が悪くなるというかねそうそういった意味もあってスパッツの上につけるスパッツの上につけてるからゴムいらないねカバーいいらなやんねんけどほんまにちゃんとした位置にあると全然スライディングしても痛くないランナー一塁で頭からファースト一塁に揮塁する時とか全然痛くない。 むしろないと嫌みたいな感じになる。僕はなんか嫌やったないと、えー。あのさ、ファールカップつけてたじゃないですか。うんうん、そう、つけてる上からボール当たったことあります。ある。ある。え、うん、え、どう、軽減されるの痛みは。痛い。痛い。痛い。<laughs> 痛い。<laughs> ッツ痛い。あ <laughs> あ、つけてても痛い。つけてても痛い。あじゃあ、もうつけてなかったら死ぬ。そう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 、もうつけてても、本番に痛いから。 つけてても痛い痛いもんは痛いねんそうつけてないとほんまにちょっとゾッとするよねそっかそっる。何の話だったっけスライディングパンツとかそういう話なんだけどで僕 CWX ねワコールのやつを履いてたって言ったんだけどそれをね結構長いこと使ったんやけど5年ぐらい履いたのかなでそれから僕はスラッガーが新しく作ってきてくれた新しい商品でまたその あってスライディングパンツのスパッツ型っていうのを作ってきてくれて僕はそれを最後まで履き続けてたんやけど、うん、これも選手それぞれこだわりっていうのがあって、うん、で僕は最後は、うん、あのここ長いやつもう足首まであるやつロングスパッツロングスパッツをずっと履いてたはい、はい、ええー、そうなの、うん、でこれねロングスパッツ履いてる人も実は多いねえー、そうなの じゃロングスパッツ履いてその上から靴下履くってことうソックスそうそうそうへえ僕は履いてたソックスはさ長いソックスみんなそう長いソックスプロ野球選手とかってさアマチュアと違ってさズボンが長いパターンの人もいるじゃないですかそれでも靴下はやっぱり長いの膝下まであるのそうそれねロングパンツを履いてる選手は長い靴下を履いてない選手多いえそうなのどれらいまでの このくるぶしより上ぐらいのちょい上ぐらいのやつとかはいてる選手もいるあそうなのんいるいるいるへえそう何の話やろ大丈夫かなだけどさちょっと前にね吉田正尚選手がベビーパウダーベビーパウダーをスライディングパンツスパッツの中に振るっていうニュースがあってあったんやけど実はね これプロ野球選手結構オンネン。え、そうなの？そう、ベビーパウダーをスライディングパンツをこうぱって振る選手。うん、なんで？いるいる。え、あの赤ちゃんのおつそう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 んう、あれはね、あのベビーパウダー振るとサラサラなるサラサラなるだからね、何て言うの、ストレスがなくなる。 うん汗をかいてなんかこう気持ち悪いなとかなんかこうまたずれとかああまあね夏場の高校球児全員またずれしますもんね全員ガニ股で歩いてますもんねそう経験あるやあるあるなんかあれがね軽減されんねんだからあの実際ねほんまにプロ野球選手多くて僕もプロ野球選手になって先輩方がやってるのを見てや 出たここととが結構長いやそうで振る量ってさんかパパパパって多分皆さん想像してると思うけど尋常じゃないぐらい振るからねうそやんもううわっさーってなって白い粉がァッサーなるぐらいまでサラサラにしてそうプレーするねもうほんま粉たまりまくってんちゃう中にっていうぐらい。 じゃあプロ野球選手結構赤ちゃんのニュースか,ら <laughs> かもね。多<ー>い多い。ほんまにベビーパウダー使ってる選手ね。そうなの。多、うん、い多い。はあ<ー>。うん。ただ今ねそのスパッツ、履くもののねその物も,も性能も良くなってやっぱ蒸れにくくもなってるから。はい、確かに、ね。うん。昔というかね僕が入団した時とかはもうみんなもう<ー>てか多かった。ほんまにベビーパウダー使ってる選手。ユニフォームの生地自体もね。うん。 良くなってるでしょうし、ね、まあ確かにね <laughs> 何の話だったっけちょっと何の話かわからなくなったんでまとめてもらっていいですか <laughs> まとめるとああまああのー、何の話やった <laughs> 金カップの話 <laughs> プロ野球選手のアンダーウェアねアンダーウェア,、ねア まとめると昔ながらのスライディングパンツって言われるものを履いてる選手はもう少なくなってスパッツ型を履いてますよとスパッツの上にファールカップをつけてますよとあとベビーパウダーはもさサって振りますとっていう話タイトル何かな。 ベビーパウダーもっさりの話じゃない。わかった。早速。<laughs> <laughs> ということで、はい、今回の動画は以上になります。はい、視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。